私、可能性あるよ。住む場所を職場に縛られたくないんですよ。まあ、ペットシッターみたいなことを開くんやったら矛盾しちゃうんですけど、子供の学校のアクセスはとかちょっと考えちゃうんですけど、通勤時間って私すごいもったいないと考えてて。ただもし主人が海外転勤になりました。海外行っても自分はこの仕事を続けれます。で、なんならそれが自分の好きなことって仕事にしてても苦じゃないじゃないですか。好きなことで暮らしていきたいっていうのはすごい夢見ちゃん、もちろんそういう学生さんも多いと思いますし、甘いって人ももちろんいると思うんですけど、好きなことだと私いくらでもつぎ込めるんで、で、その好きなことが絵描いたりデザインしたり、動物と関わってるっていうことなので、それが仕事にできたらなっていう目標のもと、今こういうことを考えてるんですけど、もしそれが本業にできたら、別に今住んでるところに縛られる必要ないし、そうやな。じゃあ子供が独立したら、別に全然早期リタイアとかもありやと思ってるし、なんかそういう会社に尽くすのもありだとは思いますけど、私は違う道を選ぼうかなと思ってます。ペットシッターとかペットホテルとかも別に場所に縛られて別に自分がやる必要ないからね。そうですね。雇ったらいいだけやしね。ちゃんと、ニーズ捉えて、やっていったら大いにあり得るね。家で一めっち人ゃ。でずっと犬が寝てるし、意外とストレスになってないっては聞くんですけど、私はずっと家に実家の犬を閉じ込めておくのとか、かわいそうだなって思っちゃうので、預かりながらトレーニングとかもできたらいいなと思いますし、狭い部屋じゃなくて、自然の綺麗なとこで、一日預かれたらいいなとかも思いますし。めっちゃいいよね。広いところで思いっきり走らせるっていうのを定期的に、やらせてあげたいよね。全国の犬にね。そうなんですよ。うちの実家は裏が田んぼなのでできるんですけど。そんなところばっかりじゃないからな。そうなんですよ。じゃあ今ここで犬飼ったらそうなるかって絶対ならないので、共働きのうちとかずっとつながれてるとか、部屋の中でずっとキャンキャン吠えてるとか、かわいそうでたまんなくて、まあ、ただの私の自己満足かもしれないんですけど、思い込みかもしれないんですけどもね。いや、いいと思うな。それは本当にいいと思うな。でも、めっちゃ俺も探すもんだって。犬走らせるところないかな。ドッグランとかね、結構あるけどね、しょうもないからね。だいたい、こんなんドッグランってお前めっちゃ、一瞬で端から端まで行くやんけ、みたいな。走れるか、家の方がまだ走るわ、みたいなとこ、あるからな。本格的にそれ走らせてくれるようなところあったら、全然使うけどね、これね。そうなんですよね。実家の犬、ドッグラン嫌いなんですよ。怖いんですよ、他の犬が。そういう子たちもいるでしょうし、そうよね。曜日分けてとかそういうことができたらなって、夢見てます。大いにあるよね。なんか途中こう夢見る夢子ちゃんみたいな話やったけど、夢見る夢子ちゃんって全然悪くないね。夢見る夢子ちゃんっていうのは、なんていうか、それで楽して、それで会社に勤めてるよりも楽して、儲かりたいとかね。言うたら夢見る夢子ちゃんやけど、それって大変なことだってことがちゃんと分かっていて、それに対して必要な準備が、ここも大変だよと分かっていて、そのリスクを取って、努力をしていきますと、構いませんと言っている人は、夢見る夢子ちゃんじゃない。ここがね、両方、まあ、両輪必要なのよな。でも、みんな都合のいいところだけ、好きなことで食っていきたい、でも苦労はしたくないみたいなこと言うから、それは無理やろみたいな話だけど、現実に的にこう地に足についた、そういうキャリアのプランを持ってるってことやね。好きなことでなら苦労できるって言えたらかっこいいですね。そうや そな。ういう子たちもいや、ね。ほんまにその通りやね。就職活動してる学生に最後、アドバイス簡単にしてもらえますか。そうですね。私の自分の経験を踏まえて言うと、人のアドバイスはきちんと聞いて、お視野を広く持てばいいと思います。お、なんでそう思うんですか。私は本当に学校で勉強してたのが食品やから、やっぱ食品好きはもちろん大好きです。
今でも食のことすごい関心高いですし、全然料理も苦じゃないし、こういう食品があればいいのにな、作ってみようかなって思いますけど、それしか見てなかったので、今思えばそれはすごいもったいないことだったし、私はこれがしたいんだと思って、ストレングスファインダーもしなかったし、シックスティーンパーソナリティーズとかもしなかったので この年になってやったんですけど、それでいろいろ気づくことってあったんですよね。なるほどね。なので人のアドバイスは、いくら目標があったとしてもちゃんと聞きましょうっていうのは学生さんたちに聞いていただければ おお、いいね。食品業界行きたいっていう学生と多いからね。そうなそうんいうです。やっ人たぱち全員に。楽しいんですよ。きらびやかだし。そうだよね。目標あるのはすごくいいことなんですけど、ただ私みたいに目隠しイノシシにならないようにそうだよね。ちょうどそういう業界に絞って、他は見てないみたいな人には聞いてほしいアドバイスよね。過去の私にすごく言ってあげたいですね。ありがとうございました。ありがとうご今ざい日はます。社会人8年目か9年目かに4月からなる、食品メーカー、業務用の食品メーカーで、まあ、今大学職員で働いていて、大学職員として働いていて、ゆくゆくは起業したいなと思って、いろんな、まあ、ことを準備していってる女性に話聞きました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。